ウィリアム・ハーンドンは、アメリカ合衆国の弁護士であり、エイブラハム・リンカーンと法律事務所を共同経営した。リンカーンの死後、その電気を執筆、出版した。グリーンズバーグにあるハーンドンの聖火・ハーンドンは1818 18年に、ケンタッキー州グリーンズバーグで生まれ、1820年に、家族と共に、イリノイ州に移転し、5歳の時にスプリングフィールドに、 入職した。1836年から1837年にイリノイカレッジに通った。1840年、メアリー・ j マクシーと結婚し、6人の子供を設けた。メアリーは1860年8月18日に死亡し、翌年夏にアンナ・マイルズと再婚した。アンナとの間には2人の子供が生まれた。ハーンドンはカレッジを収めた後、 スプリングフィールドで1841年まで事務員を務め、その後にリンカーンのところで法律実務を行うようになった。リンカーンとハーンドンは保育党員となり、保育党が解体した後は申請官もない共和党に入党した。1858年、ハーンドンは1860年大統領選挙でスティーブン・ダクラスに対抗するために使う資料を イリノイ州図書館で調べた。ハーンドンは奴隷制度についてリンカーンよりも強硬な反対者であり、この問題についてリンカーンの見解を変えることに貢献したと主張していた。リンカーンが大統領に当選した後、奴隷制度に対する動きがあまりに鈍いと感じていた。この国から奴隷制度を取り除くための唯一の方法は流血革命を通じてしかないと考えていた。 ハーンドンは、リンカーンのつまめアリートとリンカーンとの嫌悪な関係のために、リンカーンとの共同事業と友情を通じても、その自宅に招かれたことはなかったと主張していた。また、リンカーンの幼い二人の息子、ウィリーとタットに対する過度の甘やかしに不満を抱いていたことも認めており、法律事務所での二人のしつけができていない破壊的な行動に対し、 共同経営者に厳しい言葉を投げかけたこともあったと回想していた。ハーンドンが最後にリンカーンに会ったのは、ハーンドンがワシントン DC を訪れ、大統領から5歳の兄弟に郵便局長の指名を確保してくれることを期待した1862年のことだった。リンカーンは有効的にハーンドンを迎えたが、メアリー・トッドとの反目が続いていたために、 ホワイトハウスの家族居室に招待されることはなかった。リンカーンが暗殺された後、ハーンドンは知り合いからリンカーンの生涯に関する話の収集を始めた。友人で共同経営者であるリンカーンの忠実な肖像を書こうと考え、ハーンドン自身の観察とそのために集めた数百通の手紙及びインタビューに基づかせることを目指した。 リンカーンを成人としてではなく一人の人間として描こうと決め、当時ビクトリア時代のしきたりであったような描き方は、この偉大な国民的英雄の伝記には入れないでおこうとした。特に、リンカーンの公式伝記作者であるジョン・ニコレート・ジョン・ヘイが、大衆に対する階級という考え方で、リンカーンの話を伝えるものと信じていた。 ハーンドンが最初にインタビューを行い情報を集めた研究手法は今日では珍しいことではないが19世紀の電気の考え方にはなかったことだった。ハーンドンのリンカーン電気の材料には通信文、聞き取り、回装、メモ、新聞の切り抜きなどが含まれていた。そのようなインタビューの中には1871年に行ったメアリー・トッド・リンカーンのインタビュー、 デニス・ハンクスとの2回の長いインタビューがあり、また1881年10月1日から1891年2月27日まで、ハーンドンとワイクとの間に交わされた数多い手紙やメモもあり、リンカーンの生涯に関する解雇団が含まれていた。ハーンドンはまた、リンカーンの家族、学友、ニューセーラムやスプリングフィールドでの隣人、法律事務の共同経営者、 法廷やイリノイ州議会での同僚、政党での仲間、およびホワイトハウスの職員から情報を集め、依存した。代表的なものとしては、義兄弟のニニアン・ワート・エドワーズ、学友のロビー・ジェントリー、教師のメンター・グラハム、電気作者のジョン・ヘイ、店員のジョン・ビー・ヘルム、ママ母のサラブッシュ・ジョンストン・リンカーン、共同経営者のスティーブン・ティー・ローガン、弁護士のレナード・スウェット、義枚のフランシーズ・ボレス、 政治家のロバート・ L ・ウィルソンなどがいた。ジョンヘイは1866年9月5日付の手紙でホワイトハウスにおけるリンカーンの日々の生活を論じ、キリスト以来の偉大な人物という言葉で締めくくっていた。ロバート・ L ・ウィルソンはホイック党員であり1830年代のイリノイ州議会議員を務め、リンカーンを含めせが高い党員が揃っていたので、 ロングナインと呼ばれた人々の一人だった。ハーンドンの研究は、リンカーンの成長、リンカーンの応援図上との交際、リンカーン・ダグラス論争、ラトリチ上とリンカーンも及び、リンカーンの手段といった表題でまとめられた。ハーンドンは、法律実務会社が成功し、選挙で選ばれたり指名されたりする、様々な役職に就いたので、中年までは快適な生活を送っていた。しかし、 南北戦争後は、投資の失敗、銀行の破綻、親戚や友人への寛大すぎる支援、及び収入が減っても契約できなかったことなどで、財政的に厳しい状況になった。1869年までに貧窮し、自宅を差し押さえられるまでに行っていたが、当時リンカーン電機のゴーストライターとして、協力していたウォードヒルラモンが支援を申し出た。ハーンドンは、 リンカーンの知人たちとの往復書簡原本を閲覧させ、写しを渡し、現金2000ドルと印税2000ドルまでを受け取る合意と引き換えに、少なくとも10年間はハーンドンがリンカーンの電気を出版しないという合意書を交わした。ハーンドンが自身のリンカーン電気を出版できるようになった時までに続いていた財政的問題やアルコール使用障害など様々な個人的障害があり、 ハーンドンは資料の山を一貫した文章に組み立てることができない状態になっていた。1870年代後半のある時点で、ハーンドンはインディアナ州出身でリンカーンの称賛者であるジェシー・ W ・ワイクとの文通を始めた。この頃までにリンカーンが死んだ時は子供だったワイクのようなリンカーンに浸水する人が増えてきており、ハーンドンに手紙を送って、 リンカーンに関する記憶に関わるもの、特に身の回り品や自筆原稿などを求めるようになっており、ハーンドンは無料で応じざるを得ないことが多かった。ハーンドンが若いワイクに所有する法的文書の山の中からリンカーンの自筆原稿を送ったとき、ワイクは感謝を込めてハーンドンに手紙を送り続け、このとき始まった友情が遅れていたリンカーン電気の完成につながることになった。 老年のハーンドン意欲的な書き手だったワイクはスプリングフィールドにあったハーンドンの農園やインディアナ州グリーンキャッスルにあったワイクの自宅で会合することが多くなった。グリーンキャッスルにはワイクの父が雑貨店を構えておりハーンドンも招待されることが多かった。ハーンドンは自分で電気を完成させることができないこと、完成させるとすれば助けが必要なことを認め、 若いワイクにその電気材料を与え、自身の記憶する輪ーンについて、常に言葉で丁寧に伝えた。二人の共同作業は、それぞれの文章の書き方が著しく異なり、どのような電気を作り上げるかという思いが異なっていた。ために議論になることが多かった。ワイクは変年体で編んでいくことを好んだが、ハーンドンは基本的に家庭生活、 法律実務、政治哲学などに分類した解雇団を緩く結びつけていく形を望んだ。しかし二人は互いに完全に依存し合っていることを認識していたので作業が続けられた。ワイクはハーンドンに資料と直にリンカーンに接していた、ゆえの証言を求めており、ハーンドンはワイクに原稿を作り出すエネルギーと増加する資金の援助を頼っていたので、 それらが二人の関係を続けさせる絆になった。二人の共同作業の成果である、ハーンドンのリンカーン、偉大な人生の真の話は1889年に、ベルフォード・クラーク・カンパニーから三巻本で出版された。実際に、原稿の大半を書いたのはワイクであり、共著者として認められた。この書は、リンカーンの母の書室、ハーンドンの長い間の宿敵だった。 メアリー・トッド・リン・カーンに関する時として悪意のあるような否定的表現、エイブラハム・リン・カーンの自殺願望、アメリカ史の中でも急速に崇拝されびっかされていた殉教者大統領について成人とは決定的にかけ離れた証言といったありのままの事実を含んでいたために様々な評価を受けた。この書を非難した中でも特に厳しかったのが、 リンカーンの長男ドバートトットリンカーンであり、そのハーンドンに対する敵は、アンナトリッチが父リンカーンの人生で唯一のロマンスの相手であるという証言が一番大きく影響したものだった。出版社の事業に問題があり、財務も良くなかったことに、当初の売り上げがはかばかしくなかったことも手伝って、二人の共調者への印税はわずかなものとなり、 ハーンドンの分け前の大半は、ワイクからたびたび前借りしていた、借金の返済に消えた。1891年、ハーンドンは、スプリングフィールドの北にあった、自身の農園で、ほとんど貧窮のうちに死んだ。その死の時に、ハーンドンの所有していたリンカーンに関する資料や、通信文の大半が、共調者のジェシー・ワイクの所有に移され、その家族は、その後50年間保存し続けた。 ハーンドンは、リンカーンの墓がある、スプリングフィールドのオークリッチ墓地に埋葬されている。リンカーンのハーンドン、デイビッド・ハーバー・アット・ドナルド著。ありがとうございます。